どうも、アイチーです。今日ちょっと珍しいアングルで失礼します。で、今回はですね、睡眠時間の話を、ね、していこうと思うんですが、12月に、なって、まあ、受験勉強を本格化していますよね。で、やっぱり志望校までにまだ差があったりと、まあ、ちょっと開きがあったりすると、焦りから、どうしても睡眠時間を、削ろうとする方が多々見受けられます。1日に、まあ、人間は24時間しか時間がないので、当然、どこを削るかっていうと、睡眠時間が削りやすいんですよね。どうしても。そういう発想になりやすい、受験期。追い込まれると。で、まあ、それをまずやめましょうっていう話をしていきます。例えば、まあ、志望校に受かった、まあ、先輩の話、その、なんだろう、受験っていうフィールドで言うの、まあ、成功体験をした人、受験と志望校に受かった人の話とか、まあ、社会的に、何かの成功を収めてる人とか、あとはまあみんなだと YouTuber がやっぱり身近だと思うんですけど、YouTuber の人ってほんと寝てないんですよ。あのね、結構こう、変な時間にツイートしてる人とかもいるじゃないですか。起きてんのみたいな。本当にね、寝てない。寝てないか、あとは昼夜逆転してるかとかいろいろあるんですけど、サイクルがちょっとおかしくなってる。まあそういう特殊なね、まあちょっと環境にいるのはあるんですが、こう、睡眠時間を削って努力する美学みたいな。美徳みたいのが結構あるんですよね。で、その成功した人、だから受験勉強の時どうしてましたかって、睡眠時間削ってこんだけ頑張ってましたみたいな話も聞くじゃないですか、やっぱり。で、そうすると、やっぱり睡眠時間を削って頑張んなきゃいけないんだみたいな風に思ってしまったりする。で、不思議なのが、じゃあ、志望校でいうところのそこに受からなかった人、まあ、そこでうまく目標達成できなかった人、社会でもね。そういう人って反省するときなんて言うかっていうと、努力が足りなかったっていうんですよね。勉強時間が足りなかったっていう。で、そうすると勉強時間が足りなかったイコール睡眠時間を削ってもっと努力しなきゃいけなかったんだみたいな発想になっちゃうんですけど、そうじゃないんですよね。この反省ってなかなか出てこないんですけど、睡眠時間を削りすぎてその効率が下がってる、勉強効率が下がってもしかしたら落ちてしまったんじゃないのっていうケースってものすごくたくさんあるんですよ。実際教育現場に行った時にね、感じたことですけど、まあ、結論から言うと最低6時間は絶対寝てください。絶対です。これは、まあ、結構サイトとかで調べては見てると、その東大とかさ、東海、まあ、有名ね、その大学とかに受かってる人のその高3時の睡眠時間の平均って6、7時間が一番多いんですよね。で、次に5、6時間が多い。で、次には、ね、7、8時間とかなんですよ。だからもうみんな6時間、まあ、5時間もいますけど、6時間以上寝てる方が、その 70% ぐらいいるんですよね。で、実際、みんな若いんでまだ、確かに睡眠時間を削っても、ある程度は頑張れると思います。自分みたいに33になると本当にきつくなっちゃう。翌日にもダメージが出るからね。これ多分同世代はわかると思うんですけど、で、若いんで、例えばまあ、オールしてしまっても翌日元気にいけるかもしれない。でも、それを、どんどん、睡眠負債って言うんですけど、蓄積していくと、後でガタが来ます。一気に来るんだよね。で、その、一気に来た時に体調を崩すのか、なんか心の調子を崩すのかわからないんですけど、こっから受験までに一番恐ろしいことって体調を崩すことなんですよ。風邪をひく、インフルエンザなるわからないですけど、それがガッツリ時間取られちゃうんだよね。もう思いっきり。だから、そうなるぐらいだったら、健康のためにもそうですし、自分のリズムのためにも。で、睡眠時間をちゃんときちんととって、その6時間、7時間もう削らないの。担保の、もう絶対確保しとくの。残った、例えばじゃあ6時間睡眠に当てるってなったら18時間でと残りますよね、1日の中で。その18時間をどう使うかで考えてください。もう睡眠は特別枠なの。いいかな。ぜひ、そうやって、これから冬休みも始まるんで、年末は、長期休みというか、その年末年始も含めてですけど、リズム崩れやすいんですよね、非常に。で、そうならないためにも、睡眠時間が、確保することが、成績が上がる一個の要素なんだっていうことを、ぜひ頭の片隅じゃないな、これはね、頭にしっかり留めて、で、これからの勉強計画にしていってください。寝てる場合じゃないなんて思うかもしれないけど、その方が余計にマイナスで悪循環になります。成績を上げるためにも、受験に、志望校に受かるためにも、しっかり睡眠時間を取ると。で、その残った時間の中に、例えばじゃあ、スマホをいじっちゃってる時間とか、YouTube 見てる時間とかわからないよ。それが取りすぎてる時間があるかもしんない。もしかしたら、削れるとこある。絶対に18時間もあったらどっかあるから。削るならそっちを削るようにして、これからの、受験までの期間ですね、頑張ってもらえたらと思いますので、ぜひ睡眠を大事に頑張っていきましょう。